ハロルド・デムゼッツは、アメリカ合衆国の経済学者、カリフォルニア大学ロサンゼルス校名誉教授。デムゼッツは、1988年の著書、ザ・オーガニゼーション・オブ・エコノミック・アクティビティに、自身の研究歴について、短くまとめた文章を盛り込んでいる。デムゼッツは、中央や東欧からの移民の孫として生まれ、シカゴのウェストサイドに育った。 4つの大学を転々としながら、工学、林学、哲学と専攻を変えた末に、イリノイ大学アーバナシャンペーン校で、経済学の BA を1953年に取得し、続いて、ノースウェスタン大学で MBA を1954年、PhD を1959年に取得した。大学院生だった当時、彼は、エコノメトリカとジャーナルオブポリティカルエコノミーに、 各一本の論文を発表した。デムゼッツは、1958年から1960年にかけて、ミシガン大学、1960年から1963年にかけて、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で教鞭を取り、1963年から1971年まで、シカゴ大学の経営大学院で教えた。1971年、 UCLA の経済学部に戻り、1978年から1980年にかけてはその長を務めた。1986年から1995年まで、経営の経済学の寄付講座であるザ・アーサー・アンデルセン UCLA アランナイ、チェア・イン・ビジネス・エコノミクスの座を占めた。デム・ゼッツはまた、海軍分析センターやフーバー研究所の客員も、務めた。 デムゼッツは1991年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローとなっており、モンペルランソサイエティの役員だったこともあり、過去には1996年に西部経済学会の会長も務めている。1994年にノースウェスタン大学から人文学の名誉学位を授与されたほか、1996年にはグアテマラのフランシスコ・マロキン大学から、 名誉学位を送られるなど、数多くの栄誉に良くしている。デムゼッツは、経済学における、シカゴ学派の流れを組んでおり、今では新制度派経済学と呼ばれているアプローチの開拓者の一人であった。経営の経済学という分野における創始者の一人で、ある。彼は、今日では、法と経済学の分野で多用されている、財産権の理論を拡張した。デムゼッツ自身は、 ゲーム理論を用いることはなかったが、企業の理論、ハントラスト法、事業への規制などに関する著作を通して、産業組織論における重要な人物となった。彼の説明的であまり数式を用いないスタイルは、1950年代以降に経済学者として身を立てた人物としては、例外的なものである。デムゼッツが主に影響を受けたのは、フランクナイトや、 同僚となったアルメガ・アルキアン、ロナルド・コース、アーロン・ディレクター、ジョージ・スティグラーなど多数に上る。デム・ゼッツは汚染物質の排気ガスを減少させる経済的誘引を原因企業などに与える方策として排出取引を提案した最初の人物である。彼は、ネファン的語尾という言葉を1969年に造語した。 1972年のレムゼッツとアルキアンの共調論文、プロダクション、インフォメーションコストエコノミックオーガニゼーションは、ザ・アメリカンエコノミックレビューの創刊から100年の間に掲載された最も重要な記事20本の一つに選ばれた。ありがとうございます。